鈴木幸男は、日本のダンサー、振付やダンスカンパニー、金魚主催1997年アスベスト館に入館。1999年までのすべての作品に参加。1999年、舞踏グループ、和歌手、大東チーファーム、三海塾の創立メンバーである、なめかわ五郎の作品に参加。同時期にパフォーマンスグループ、サルバニラでも、 ダンサーとして活動を開始。2000年より自身主催のダンスカンパニー、金魚としての活動を開始。ダンスカンパニー活動と並行して、室伏博史率いる高エッジ c o にダンサーとして参加し、国内外で活動の幅を広げる。2008年、トヨタコレオグラフィーアワード2008時代を担う振付屋賞受賞。以降、 ダンストリエンナーレ東京、香港アートフェスティバル、六本木アートナイト等の大規模イベントに参加。また、近年では、白井剛、中村恩恵の作品にダンサーとして出演。他ジャンルのアーティストとのコラボレーション活動も多く行う。その他に、2012年、お茶の水女子大学、舞踊教育学コースの非常勤講師として、ダンスの指導や、バレエダンサー、 子供たちへの振り付け、スピッツやエゴラッピン等のミュージシャン PV、ファッションブランドミーナ・ペルホネンのカタログモデル出演等も行う。引きちぎれるまでに翻弄される切実な身体、ダンスと圧倒的な空間美は国内外から注目を集める。また、舞踏のメソッドを基礎に東京を中心に定期的にワークショップを実施、体を丁寧に意識し、 自分だけのダンスを見つけ出すプログラムを各地で開催している。ありがとうございます。